はい、MチャンネルのMです。今回はですね、前作に続きましてディアゴスティーニのですね、トヨタトレノ AE86、 こちらは今回はですね、週刊10号と11号を組み立ててみたいなと思います。まあ、ようやくですね、まあ、前回の動画でご覧になったと思うんですけども、エンジンの骨格自体がようやく見えてきまして、で今回はこちらの10号と11号を組み立てて、まあ、よりですねエンジンを完成形に近づけたいなと思います。それではですね、早速週刊10号から組み立ててみたいなと思います。はい、それではですね、週刊10号の方をこれから組み立てたいなと思いますので、早速開封していきたいなと思います。まあ、前回と同じなので、まずはですね、ご覧のようにビリビリタイムからですね始めまして、はい、週刊10号はですね、タイミングベルトカバーとファンを取り付けるという工程になります。こちらがですね、まあ、はい、はい、こちらが週刊10号ですね。で、説明書がありまして、ご覧のようにですね、タイミングベルトカバーとファンを取り付けると書かれております。まあ、今回ですね、かなり、カムカバーもですね、タイミングベルトカバーもつきますので、だいぶですね、エンジンの骨格が見えてくると思います。それではですね、早速、週刊10号を組み立ててみたいなと思います。はい、それではですね、週刊10号を組み立てることができました。今回はですね、タイミングベルトカバーとファンの取り付けということだったんですけども、はい、こちらご覧のようにですね、こちらがですね、タイミングベルトのカバーですね、 4AGE という書かれているこのカバーと、この下の部分ですね。で、あとはご覧のようにですね、ファンを取り付けました。で、このファンとこのベルトですね、ご覧のようにちょっと分かりづらいとは思うんですけども、ベルトもですね、うまくきれいに取り付けることができました。ご覧のようにですね、だいぶエンジンはですね、まあ、前回と比べると、まあ、今回はちょっとね、付けるパーツが点数が少なかったんで、あまり変わり映えがないとは思うんですけども、こちらの正面から見た時にですね、まあ、この 4AG という、まあ、このタイミングベルトのカバーも取り付けましたので、ご覧のようにですね、まあ、だいぶエンジンらしくはなってきましたね。はい、で今回はですね、この週刊10号はこのタイミングベルトカバーとこのファンを取り付けるという作業工程となりました。引き続きですね、次回の動画では、週刊11号ですねを組み立ててみたいなと思いますので、次の動画でまた進展をですね、ご期待ください。それでは次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、今回の動画は週刊11号を組み立ててみたいなと思いますけども、今回はですね、エキゾーストマニフォールドを組み立てるという工程になります。それではですね、早速ですね、こちらを開封していきたいなと思います。
はい、それではですね、次の、今回の動画は週刊11号を組み立てるという動画になりまして、今回はですねエキゾーストマニホールドを組み立てるという動画になります。それではですね、早速こちらを開封していきたいなと思います。だいぶですね組み上がってきたので、エンジン自体をですね組み立てればようやくこうシャーシ側に移れるのかなと簡単に思っているわけですけども、はいはい、こちらですね、こちらが今回の週刊11号となります。それではですね、早速こちらを組み立てていきたいなと思います。はい、それではですね、今回は週刊10号と11号を組み立てるという動画になりました。ご覧のようにですね、エンジンもこのエキゾーストマニホールドがですねつくだけで印象がかなりガラリと変わりましたし、ファンもついてますし、こういうですねプーリー関係もついてきましたので、だいぶですねこうエンジンは完成形に近づいてきたなとは思います。このねオイルパンもつきましたし、かなりですね本当に精密に作られていて、ただですね結構細かいパーツが、ネジを含めてですね結構あるので結構苦労してるんですけども、説明書通りにですねちゃんと組み上げていけば本当にいとも簡単にですねご覧のように組み上げることができます。さすがディアゴスティーニですね、本当に精密に作られてるなというのが印象です。このね86のエンジンというのがこの 4AG になるんですけども、実はですねこの 4AG っていうのが AW11 の MR2 にも実は搭載されているエンジンで、本当にこの有名なねツインカムのエンジンになるんですけども、本当にですねこのようにですね精密にできたこうモデルカーを作るというのは本当に心が楽しくなるというかですね、よりですねあとはこちらのエンジンをですね早くシャーシに乗っけてですね早くこう完成形の一台として早く見てみたいなと思います。それではですね、今回はこの週刊10号と11号を組み立てるという動画をお送りいたしました。徐々にですね骨格が見えつつあるこの AE86、完成までね順次この動画を収録して皆さんにご紹介していきたいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。この動画がですねいいなと思えばグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではですね、次回の週刊13号と14号でお会いしましょう。それでは。